今日も皆さんこんにちは、星座ライダーのチャンネルへようこそ。今回紹介するものはこちらです。コンボスチェダーチーズクラッカーの紹介です。チェダーチーズは3年前に紹介しました。でも今回はクラッカーバージョンを紹介します。前に紹介したのはプリッツルのやつですね。周りがプリッツルのやつです。あちらも結構美味しかったので、クラッカーも美味しいのか結構期待してますね。本物のチーズで作られてるんですね。で、後ろはまあどういう美味しさなのかって書いてありますね。値段は2ドル19セントでした。240円ぐらいですね。チェダーチーズの香りがすごいですね。こういう感じですね。中にチーズが入っていて、クラッカーの方にもちょっとだけ塩とかがついていますね。いただきます。チェダーチーズは当たり前に同じ味ですけど、クラッカー美味しいです。めちゃくちゃいいコンビネーション。クラッカーのサクサク感がものすごく半端ないです。もう最高ですね。これはプレッツルの方も美味しいし、クラッカーの方も美味しいです。そのままのチーズの味が大好きです。点数は100点です。チーズも美味しいし、でクラッカーも美味しいです。個人的にクラッカーの方が大好きですね。で、あと塩風味みたいなのがあったのも結構好きでした。コンボスチェダーチーズクラッカーの紹介でした。次回をお楽しみに。それではじゃあね。